やさっき一緒に飯食ってた人たちに聞いたけど、羅臼側は曇りっていうか霧雨らしいな。やだよ、行きたくねえよそんなとこに。景色何も見えない。3メートル先は霧だって言ってたな。3メートル先が見えないって言ってたな。それはちょっと勘弁だな。しばらくこっちで時間潰すか。ウトロ側を観光してた方がマシかもしれんな。温泉でも入ってゆっくりするか、土産でももう一回見るか。鮭の時期ではないらしいですね今ね。婦人食堂の漁協の婦人食堂のお母さんに聞いたら、鮭よりもホッケとかのが脂乗ってて美味しいよって。確かに鮭一匹送られても困るかもしれないな、さばくのに大変だもん。じゃあちょっと知床五湖観光に行きますか。この前行けなかったからな。前回知床に来た時はスルーしちゃったから、ちょっと見に行ってみますか。カムイワッカ湯の滝って行ってみたいんだけどね、バス乗んなきゃいけないんですよね。1300円とか書いてあったな。本当かなあれ。高いよ。しかも意外とぬるいところまでしか行けないっていうのがね。さあ知床世界遺産、これが知床だぜ。今は知床横断道路じゃないですね、国道じゃないです。道道の93号線ですね。もう多分本当に 山奥に入っていく感じです。知床国立公園と書いてありますね。こっからは自分も来たことがない世界なので、初めて通る道なので楽しみ。やっぱりね、見たことのないものを、見たことのない景色を見るっていうのはね、素晴らしいですよ。初体験、初経験っていうのはやっぱり人生で1回しかないからね。で、この先で最果て感が味わえたら最高ですよね。いや、地の果てまで来たっていうのが結構自分は好きなので、そこまで行って観光客がわんさかいてにぎわってたりすると、おいなんだよってなっちゃうんですよね。この世にもう俺一人なんじゃないかっていうような感覚を味わいたいんですよね自分は。チャリダーだ、チャリダー頑張っとる。あ、これ国道なのか。国道334なんだ。で、もう少しで県道に行くわけですね。おー、かっちょいい。こっからが道道93か。これがかの有名なカムイワッカ湯の滝に続いてる道ですね。うわー、大自然ですよ。両サイド大自然ですよ。今回の走りのメインは美幌峠とここかもしんない。美幌峠とこの、知床近辺が形式的にはもうベストかもしれないですね。美幌峠も良かったね。あの峠からの景色はね、もう忘れられないと思うわ。しかし何のためにこの道を引いたんだろう。観光以外に使う人がいないよな、行き止まりの。観光のための道なんだろう。うお、うわうわうわ、いい道。よそ見してると危ねえ。うわー、すげえ、すげえっす。北海道すげえっす。さあさらにここから5キロ進みますよ。知床五湖は結構遠いな。今はこういうアスファルトの道があるから、こんなフィー行くぜー
けど、これをねなかった時に行った人がいるわけですよ。本当山の中を熊の恐怖と戦いながら、多分途中で殺されちゃった人もいるかもしれない、車に熊に。そしてここで、あー湖ここあったぞーってなって、さらにその先にうわー温泉みたいな滝が出てるーってなっていう風になって、それ発見した人すごいね。この奥に何があるんだろう、行ってみようっていう風になるっていうことがすごいね。一番最初に誰が来たんだよここに。キツネが歩っとる。普通に歩っとる。痩せとる。知床五湖はこちらですね。途中でカムイバッカの滝とのあの分かれ道がありましたね。あっちに止めりゃいいのか。なんか案内の人たちがよく分かんなかったな。よし着きました。遊歩道から行ってみますか。一個見れば満足できるかな。地上遊歩道を歩くのはレクチャーを受けなきゃいけないと。高架木道だったらレクチャーなしで OK ということですね。ここから行くしかねえんだろう。そうだね、行ってみよう。こんな景色はなかなかねえわ。確かにあれが電気柵か。あれがあるからクマが来ないんだ。よく作ったな。しかしすごい観光地だ。今ちょうど半分ぐらい来たかな。要は一個に向けて今歩ってるわけだ。ヒグマが来ないように電気柵になってるぞ。電気柵危険、デンジャー。あれが一個ですね。一個っていう読み方でいいんだろうな。そこまでこの遊歩道で行けると、そこであの展望台で行き止まりのはずだな。こっちが海側。知床五湖一個か、そうか、一個って言うんだ。いたかも。いない？いたかも。いたかも？よく見て。あっちから洗ってくるんだ。で、一方通行で反対に抜けるんだ。なるほどね。うん。よくわかった。とりあえずいい景色だっていうことで、いい景色でした。素晴らしかった。一個見たぞっていうことですかね。まあ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 行ったよっていう。それだけ。一人で見に来てるやついねえよ俺以外によ。家族連れかカップルだろ。当然のように。お前何一人でうろうろしてんの。あれ迷子、迷子じゃねえって。帰ろ帰ろ。すげえ、めっちゃ単車増えてる。もうぎっしりだ。峠越えするか迷うな。今行ってどうなんだ。
端っこ止めてよかったぞ。はい、知床五湖っていうのは初めて見ました。で左、この先を左に行くとカムイワッカ湯の滝なんですけど、自分のオートバイでは行けないと、ガードマンがあそこにいて止められちゃうと。でこれに行くためにはバスでしか、バスに乗るしかないっていうことなんですね。バスで片道40分つったかな。結構あるね、40分っていうと結構遠いね。なので今回は知床五湖の1個まで見たっていうことで、あとは次回のお楽しみです。次回があるのか分かんないけどね。ということで今時間が11時15分、お昼近くなってきまして、天気もね、多分これ今がピークじゃないかなと思いますので、峠越えするかい。峠はね、でもね、どう考えても雲っていうか霧がかかってるね。そっからは多分何も見えないかもしれない。でも気温がいい感じのうちに抜けないと、もう寒くなったら嫌だから。であとは、熊の湯とかもしくは別の温泉でもいいんですけど、どっか温泉にでも入ろうかな。ここからの眺めが好きだ。ここからの眺めが好きになった。皆さんどうでしょう、こんな道どうでしょう、走りたくなってきますか、羨ましいですか。僕が、いやまあ最高ですよ、これ以上ないですよ。餌をやらないでくださいってのそこら中に書いてありますね。GoPro も撮ってます今。いや今撮ってないです。あ、撮ってないですか、はい、どうやってオンオフしてるんですか。ここでもう手で。あ、手で。あ、じゃあ俺と一緒だな。グローブしてるとかなり煩わしいですけどね。あ、伸びとる。ロコはどうでした。あ、もう眺めは最高、最高っていうか、うん、全然問題ないです。まあちょっとあれですけど曇り空ではありますけど。峠はどうですかね。なんだっけ、ラウスの方から来てる人たちに聞いたんですけど、3メートル先見えなかったよって言ってました。相当ガスってるっぽいです。あ、じゃあすいません、一枚今。はい、いいですよ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 、全然大丈夫ですよ。あ、ちっちゃいな、もうちょっと寄れたらベストだな。一緒に、あ、じゃあ行きますか。はい、チーズ。この絵はどうなんだろう。ああ、いいじゃないですか。まあまあまあ記念に。あ、もっと寄ってくる寄ってくる寄ってくる。多分餌もらえると思ってるかな。多分そうでしょうね。うん、何もないけど。かわいい。みんな痩せてんだよな意外と。連中。車怖がんないと。はい。やりたいですよね。カメラを持ってないですね。あの スマホしか、 あのクソでかいスマホしかないんで、もういちいち出すの厄介だから。でも動画でもですね、それだけで。じゃあとりあえず自分は5個いって、はいはい、行ってらっしゃい。雲がどうかっていうですね、はい、いやまた会いましたね。どうですか。はい、もう峠越えします。はいはい、また後で。はい、お互いに。うれい、あぶね、こうなるから気をつけろ。
アが一足に入っている状態でセルモーター回すとセルの力でガーンって車体が前に進みますので、皆さん気をつけましょう。そんなことするやついねえか。この度で2回目だからで、それやったの。いやー、セルの力ってすげえ、バッテリーの力ってすげえ。この巨体押し出しちゃうぐらいのパワーでクランク回してんだ。あー、キツネ可愛かったな。キツネと我が愛車の絡みが取れただけでも良かったかもしれん。とさっき話したちょっと話をしていた人は、昨日の宿で、ちょっと意気投合した方ですね。今日の行き先とかいろいろ話してしまいました。キャンプが好きみたいでキャンプ道具積んで旅しているんだけど、昨日はたまたまライダーハウスに泊まったっていうようなことでしたね。いや、また会うかな。